バンバンザイ。はい、どうもこんばんは、マキです。ということで、本日なんですけど、まあ、タイトル見ていただければ分かると思います。J-HOPE しか勝たん。早っ。J-HOPE しか勝たん。お前、キムナムジュンやんって、ナム2つ。ナム2つ。って思う人もいると思うんですけど、違うんですよ、今回はコラボできるんですよ。コラボっすね。そう、J-HOPE とじゃないです。今回、韓国のクリエイターさんで、救急ハンさんっていらっしゃるんですよ。なのでその人たちがめちゃめちゃね、もうファッションセンスバリバリみたいな、もうバリバリみたいな人だし、もうメイクアップペペペペみたいな人だから、ちょっとお願いしようということで、今回お願いしようと思います。ということで、お願いお願い祭り。早速救急ハンさん呼び込みましょう。ゲストカバーン。わー、はーい、救急ハンさんです。こんにちは。こんにちは。よろしく、よろしくお願いします。じゃあ、双子です。紹介してもらっていいですか、チャンネルの。Hey guys, we're identical twins. We have a channel called Chuskar Han, and everyone calls us QQ. QQ. Yeah. So on our channel, you will see a lot of like K fashion, K beauty, K lifestyle, basically everything about K culture. So if you're interested, make sure to check out Chuskar Han. はい、ということで、全く英語が分かりません。 A few inches later. え、で、今から どうするんですか、そしたら。なんか、はい、J-HOPE にしてくれるらしい。え、で、今からどうやって J-HOPE になるんですか。はい、今からもう予約してくれてる知り合いの美容師さんのところ行って、全部変えてもらって、もうファッションとかも服も全部決めてもらって、なんか軽くメイクとかもしてもらって、まあ、とりあえず J-HOPE っぽくするんだって。で、なんで J-HOPE ってところかなんですけど、さっき話を聞いたら一番 J-HOPE のファッションが似合うんじゃないかっていう。よろぶん、あらっさあらっさ。 OK、 ということで早速やっていきましょう。やめて。 6 hours later. 대박이다。 이거뭐야。 ここ見た。그뭐지점장님이바비를되게좋아하세요。바비컬렉션되게많아요。모모린喜ぶんじゃない。모모린바비好きだし。すごいね。いや、すごいですね。そしたら髪の毛やってもらって。髪の毛やってもらうのかな。머리도해주시는。で、머리を。あ、髪の毛やってもらえるらしい。で、ちょっとヘアスタイリストさんがね、めちゃくちゃ俺に似てんだよ。読んでいいですか。ヘアスタイリストさんがめちゃめちゃ俺に似てる。めちゃめちゃ似てるし、カンゴール一緒なんだよ。たまたま。너무닮았어。모다도지금똑같다。びっくり。もうなんか安心じゃない。いや、めっちゃ安心っすね。なんか俺よりおしゃれなマーキュリー。もうなんかすごいそのまんまや。ということで、これからやっていきたいと思います。今髪切っておりますけれども、マーキルさん。はい。襟足めっちゃ切られた。そうですね。見なくてもわかる。もう襟足ない。襟足ないっす。襟足そんなずっと惜しかったんですか。ずっと。いや。伸ばすつもりだった。伸ばしてみたかった。ああ、でもだいぶ伸びてたやん。いや、いけるとこまで行ってみようぜだった。はい、ということで、うちのマーク今化粧中でございます。どうですか、マーさん。マーさんって言っちゃった。久々。久々？メイクとかは。いつもはなされないですか、動画で。しないね。てか、そんな喋れないんだよね、今。今、メイクの方終わったんですけれども、すごいね。めっちゃ寝てた。いや、めっちゃ寝てた。メイクされてる間も、ヘアセットされてる間もずっと寝てた。あの、忙しい、本当忙しいアイドルと同じでした。で、寝てても大丈夫なんですよね。怒られなかった。でもということで、はい、今からなんだっけ、なんかショールームに行って服をね、J-HOPE みたいにしてくれるらしいんで。お、衣装だ。衣装ですよ。もう顔と髪はもう出来上がったよ。すごい。でもすごい、なんかもう韓国アイドル。マジ韓国アイドル。いや、こんな変わるもんな。ごめんなさい、今んとこね、全盛期のシンドンぐらいにしか見えない。いや、まあ格好でだいぶ変わってくると思うんで。全盛期の進路マジおもろいな。ほんまや。ちょっと、うわ、変わった。あに、ジョンソンギエ進路がじゃない。スーパージュニア進路。まあでもスーパージュニアだったらモモちゃんと使えれるもんね。そうですね。視聴率ね。そうですね。いや、すごい。まあまだお見せできないんで、みんなのね、リアクションだけでね。はい、あれなんですけど。じゃあ次のシーンでは洋服に着替えます。服をあれしに行きましょう。はい。パン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 。
はい、ということで2カ所目なんですけれども、あの服をね、着替えるということで、うちのシンドンさんがね、あ、今シンドンじゃないか、え、J-HOPE、 あ、J-HOPE か、今日 J-HOPE になるんですね。 J-HOPE、 あー、まあ、J-HOPE がね、今こんな、めっちゃいいやん、すげえ、ここすごい、服めっちゃかわいい、いろいろありますね。はい、どうです、エンジョイです。はい、いや、映っちゃダメ、まだダメだよ、まだダメだって。ダメでした、ダメだよ、何やってんの。あれ、これからですね、で、Q 通販さんが、マーキュリーの服をまず選んでくれますと。で、あの J-HOPE みたいなスタイルでね、変身させてくれるということなんで、そういったところもこれからお見せしたいと思います。マーキュリーさんが本当に J-HOPE になれるのか、それともシンドンになってしまうのか。はい、ということで見ていきましょう。希望があふれるヒット、うん、ホップホップ J-HOPE です。 J-HOPE さん、はい、ありがとうございます。어때우리머키리제이호프로만들수있을것같아요아니면신돈될것같아요아니에요할수있습니다할수있어요네제가요로여기서약간영감받은거거든요이게제이호프의에어폴에서입은건데어네네제가이런범퍼같은베스트에다가파이어프린트있는탑이거든요근데요게딱여기있는거예요오바지는좀컬러풀한데여긴컬러풀한게없어서최대한컬러풀한요타이다이네네약간공항패션이네요공항네패션약간공항스트리트패션스트리트패션하이ということでですね、あの J-HOPE のなんか空港ファッション、空港ファッションを今日その真似ると言いますか、そういうスタイリングでやっていくらしいんですね。皆さんね、ファンの方なんかはよくそういうの確認してると思うんですけれども、空港ファッション J-HOPE っぽくなれるのかってところですね。俺は今普通に服買おうかなっていやでもめっちゃ可愛いんですよね、服、私好みの服が多いね、いい感じですね、いいブランドに出会いましたね、これ。はい、ということで最高、空港ファッションで果たしてうちのマー君が J-HOPE なりきれるのか。もう J-HOPE だから。あ、そうなんだ、もうなれるとかじゃない、 J-HOPE だから。あ、なんだ。はい、ということでマーキュリーさん、着替えの方を終えたということでですね、一応空港ファッションということでそれを再現みたいな感じで、あそこがね、空港の入り口みたいな感じで、あそこから J-HOPE さん入ってくるそうです。 J-HOPE マーキュリーさん入ってくるそうなので、お二人にはここで見ていただいて、それでは入っていただきましょうか。クロノ一応ちょちょくろどろおしんだごはねかちょちょくろパジュシゲスよ、ね、行きますよ。じゃあ J-HOPE さんお入りください。ええ、出ていかん、出ていかん、出ていかん、すげえ。そうだよ。で、身長ちょうど、めっちゃ似合う。セーランでも、すごくおしゃれに見える。これどこから持ってきたんですか、これ。これ。うん。たまたまそこにあった。まあ、普通 J-HOPE 持たないんだけど。持たないけど。けど、でもやっぱマーキュリーのファッションで見たことない感じよね。確かにないね。うん。うわ、かっこいいっすね、でも。いいですね。一応なんか参考画像みたいなのあるんですよね。はいはい。はいはい、一応こちらに出してるのが一応モチーフで、それにできるだけ寄せたっていうのが、まあ、これっていう。うん、もう髪型もそうだけどさ、本当アイドルみたいね。そうだ、髪もやったやん。髪も全部やったやん。うわ、すごい。で、目元とかもちゃんとね、メイクもして、メイクして、ちょっとここはあえて見せない方が、ちょっと見せちゃうとちょっとしんどんかな。ちょっと、ちょっと、ちょっと、あの、俺目は綺麗だから。うん、今めっちゃイケメンっすよ。そうそうそう、口元隠せばもうこのコロナの時期最高ね。ビッグヒット行くか今から。ビッグヒットには。ビッグヒット行くか。行きます。じゃあ謝り行くか。謝りに行くか。